どうもねくらです。今回はオタクの諸事情によりちょっと短めのショート動画になります。今回紹介していくのはじゃじゃん、これがね紙箔から届いた MT のマステと、ちょっと前、いやだいぶ前かな、去年の冬ぐらいにあげたマスキングテープジャンボリーで、新宿東急ハンズのマスキングテープジャンボリー限定マステがまだ紹介されてなかったので、これも一緒にチラッと紹介していきます。まあメインは紙箔開けていきましょう。よし。でね、ちょっと今回紙箔はオンラインで買い物しづらかったので MT しか買ってないですね。 MT じゃない限定マステとかも欲しかったんだけど、オンラインじゃない時を楽しみに待ちます。楽しみ、開けていこう。いつも通り箱の中に箱ですね。紙箔でも変わらず箱の中に箱スタイルです。まあ紙箔って言っても個別で出してる感じだったから、うん。じゃあテープをいつも通り綺麗に剥がしていきましょう。失敗するときは失敗するんだよな。オッケー、ロールバーに貼ってきました。開けていこう。何が入ってるかな。おお。まず1個目が今回の紙箔限定セットですね。5種類入ってます。これはノートに貼ってから紹介します。あとは MT ラップですね。MT ラップが3本、これもノートに貼って紹介していこうと思います。あとは東急ハンズよいしょ、これも一緒に紹介しましょう。前回ねマステ買いすぎてこれ紹介するの忘れて、開封するの忘れちゃったんだけど、新宿のマスキングテープジャンボリーの時の限定マステになってます。動画でガチャ引いてるところは出てるので、よかったら見てみてください。こちらを紹介していくので一旦ノートに貼っていきます。貼り終わりました。こんな感じ。これがまずマスキングテープジャンボリーのやつですね。ピクトグラムになってます。結構柄多いですね。もう古いから今はもう買えないんだけど。でこちらが今回の紙箔オンラインの5本セットかな、限定セットになります。ちょっとここ柄がまたいじゃったけど、こんな感じです。これ結構 NHK のあれみたい。こういうキャラいたよね。これの柄、重なる紙ですね。重なる紙とダイアリー。これが使ってるノートの柄になってて、編んだテープと紙くずになってます。で、あと1本が、この、紙の標本ですね。これ結構可愛いなと思います。あと大きいのが、普通の白い、これなんだろう。紙吹雪のポケットじゃなくて MT ラップですね。ポケットと一緒かな。まあ端だけにテープがついているものになります。と、こっちが布目切り絵フラワー。どういうことだろう、布目なのかな。あー本当だ。なんかこっちは結構紙に印刷って感じだけど、なんか布目みたいになってますね。その上に切り絵のフラワー柄が乗ってるって感じになってます。あとはそう、これがすごい変わった柄ですね。これが2色のラフラインです。砂嵐みたいな柄です。今回のマステはこんな感じ。だいぶ短い動画になってるかもしれないんだけど、この後私はちょっと買い物に行ってこなきゃいけないので、今回はここで終わっておきます。明日その買い物した動画が出ると思うので、お楽しみに。バイバイ。